い、そして本日は最後にもう一組皆様方にお付き合いいただきます。オズアカデミー女子プロレスより改めまして皆様方に新年のご挨拶がございます。拍手でお迎えください。加藤園子、秋野両選手の入場です。皆さん、明けましておめでとうございます。年末の関西選手の引退講義を見に来てくださった方は、ご存知の通りなんですが、私、秋野、今年よりオズアカデミーの所属になりました。おめでとう、ありがとう。皆さん、ぜひ新メンバーとして新メンバーとして指導していきますので、誰が新メンバーだバカ。関西が認めても社長の私は認めてねえんだよ。何お前ずるずる仕事言ってんだよボケ。あのさ、関西選手の最後のお願いだっただろ、お前ちゃんと聞いてたか。関西は一選手、私は社長、関西で言うと私が認めねえんだよボケ。お前さ、こんな少なくなってるオズアカデミーに入ってやろうってんだからありがとうぐらいやボケ。私十分で必要こいつは必要ねえんだよバカ。私一人十分だバカ。十分。お前泣きそうだねえかもだろ。ああ、お前みたいなさ、言うこと聞かないやつが入ってどうすんの。むちゃくちゃにするに決まってんじゃん。だからいらねえっつってんだよおめえみたいなハゲは。いいか、お前の役目は今日1試合目でハムコと面白い試合して客を温めるのがお前の役目だ。オズなんか入れないでバカ野郎。ざけんじゃねえてめえ。1試合目がそれを温めなきゃいけないっつうのはオズの選手なんて分かってるボケ。お前はそれだけしか価値がねえんだよハゲ。オズアカデミー2017年新メンバーでできることをすごく楽しみにしてました。私はオズ本体としてメンバーが増えるのはとっても嬉しいです。そして私はこのオズのリングに誇りを持っていますので、どんどんオズの勢力が大きくなることはすごく嬉しいことなので、それは皆さんも応援してくださってる皆さんも多分同じだと思います。ぜひ皆さん秋の入団よろしくお願いします。絶対入団